送をお伝えします。敬愛する金正恩総書記が元中国共産党中央委員会総書記、中華人民共和国主席の江沢民同士の逝去に深い哀悼の意を表し、中朝中華人民共和国大使館に花輪を送りました。金正恩総書記からの花輪を2日、朝鮮労働党中央委員会政治局委員の党中央委員会李イルファン書記が中国大使館の調位式場に丁重に捧げました。朝鮮労働党中央委員会と朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会、朝鮮民主主義人民共和国内閣と武力機関各省中央機関の人が、元中国共産党中央委員会総書記、中華人民共和国主席の江沢民同士の逝去に際して2日、中朝中華人民共和国大使館を弔問に訪れました。朝鮮労働党中央委員会李イルファン書記、最高人民会議常任委員会菅義偉副委員長、金善良内閣副総理、朝鮮労働党中央委員会文孫旭副部長、陸軍中将の金民族副国防相、朴明宝副外相、金恩哲副社会安全相、対外文化連絡委員会朴京日副委員長、平壌市人民委員会本部長副委員長が大使館を訪れました。朝鮮労働党中央委員会と朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会、朝鮮民主主義人民共和国内閣共同名義の花輪が江沢民同士の写真の前に捧げられました。また国防省、外務省、社会安全省、対外文化連絡委員会、平壌市人民委員会名義の花輪が捧げられました。一度中国の社会主義建設と伝統的な朝中友好の発展に貢献した江沢民同士を追悼して黙祷を捧げました。李イルファン書記は朝遺録に一筆したためました。各道建材展示会2022が1日平安南道の平村市でオープンしました。地方建設、農村建設を国産建材でというテーマの展示会は、各道で建材生産の国産化を実現する過程に収められた成果と経験を共有・交流し、地方建設と農村建設を推進する目的で行われます。オープニングセレモニーに朴槿内閣副総理と国家科学技術委員会李道イル委員長、関係者、建材生産部門の勤労者が参加しました。朴副総理が開会の辞を述べました。セレモニーの後、参加者は会場を見ました。2022年、2023年、朝鮮民主主義人民共和国サッカー一部リーグが2日から始まりました。3段階に分けて行われ、4月25、リョミョン、アムノッカン、リミョンス、機関車などの各チームが出場します。キムイソン競技場で行われた1段階の初日戦で、ペップルチームがウォルミドチームを2対1で、ポンハサンチームがリミュンスチームを3対2で下しました。2日、平壌の人民文化宮殿で国際障害者の日記念の集いがありました。朝鮮障害者保護連盟中央委員会ユンチャンイル委員長と関係者、障害者、家族、平壌市民がこれに参加しました。集いでは今年、朝鮮の障害者保護活動で収められた成果を見せるビデオが上映されました。次いで、朝鮮障害者芸術協会の芸術公演、偉大な我が国が披露されました。各国の人が人民大衆中心の朝鮮式の社会主義を高く称えています。フィリピン朝鮮連帯及び友好協会会長は、人民の生命と生活に全責任を持って見守るのを第一の重大事とみなす朝鮮は真の人民の国だと述べました。スペインのマドリード土思想研究会会長とスイス土思想研究会会長は、一心団結の力で朝鮮は自主的発展を遂げ、社会主義のより明るい未来を必ず手繰り寄せるだろうと述べました。ブルガリア、キム・イルソン・キム・ジョギ主義研究会会長と、
スリランカ自力更生研究会会長は、人民が全身全霊を打ち込んで支える祖孫式の社会主義は永遠に不滅だろうと述べました。チリプロレタリア行動共産党第一書記は、金正恩総書記がいて祖孫の尊厳と威容は一層轟かされているとし、ネパール祖孫友好協会書記長は、世界に多くの国があるが、自主の立場で自分流の発展方向、創造方式を一貫して堅持する国は祖孫だけだと述べました。ミャンマーの医学研究所所長は、祖孫の強固さと不抜さの秘訣は真の人民大衆中心の社会ということにある。世界人民の希望の灯台として光を放つ祖孫は永遠に繁栄するだろうと述べました。以上でこの時間のニュースを終わります。カンソニがお伝えしました。こちらは祖孫の声放送です。田んぼのへりで開かれた協議会。祖孫のどこでも深く整備された田畑を目にすることができますが、これには偉大な金正日国防委員長のロークが及んでいます。1787年、1998年5月4日、人民軍部隊を視察していた国防委員長は、キャンド郡テベクリのある田んぼのへりに車を止め、同行の人たちと格式ばらない協議会を開きました。協議会では意外にも耕地整理の問題が討議されました。国防委員長は、反運動の耕地整備は私が前々から考えてきたことで確たる決心だ、反運動の耕地を整理し、これをモデルとして思い切って国中の耕地を整理しようと言いました。こうして共和国が一番苦しかった時に大規模な耕地整備が始まりました。反運動の耕地整備について各地でちっぽけな田畑が跡形もなく消え去り、数十万ヘクタールの区画整理された田畑が広がりました。手べくりの田んぼのへりで開かれた協議会、まさに太古から眠っていたこの地が変革するスタートを切った歴史的な協議会でした。田んぼのへりで開かれた協議会、高大師とお話ししました。新技術の導入イコール鉄製鋼の増産。ハムギョン北道にある無産鉱山連合金融所の人たちは、イノベーションと科学技術を発展させることを生産活性化の名脈として、集団的技術革新運動を活発に展開しています。金融所では毎年欠かさず、科学技術の発展に向けた様々な取り組みが職場別に金融所全体で行われています。金融所では、技術者と労働者が出したイノベーションの案を具体的に審議して評価しています。金融所で開かれる科学技術の成果の発表会と政策発表会は、従業員に最新の技術と資料を素早く広め導入する、また一つの機器となっています。その過程に従業員は科学技術の資源となって、設備と資材の国産化も自力で実現し、鉄製鋼の生産で成果を収めています。技術者と労働者は力を合わせて、ベルトカンベヤーのローラーと溶接棒に利用されていた合金鉄の代用原料を開発し、大量な化学合金を生産して、回転式ボーリング機械の主な部品も自力で賄っています。今も企業者の人たちは、新技術の導入イコール鉄製鋼の増産という思いで生産を促す一方で、意味ある技術革新案の考案とデザインを熱心に取り組んでいます。新技術の導入イコール鉄製鋼の増産、講談してお話ししました。